私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。春の最強ドラマは、ニーノの総合力のある、マイファミ、と、画期的な力のある、金田一、の二つ。一層でも、ベスト3に入る。春ドラマに対しては、視聴率低迷、軒並み惨敗、などの批判がやかましい。突破力の、金田一少年の事件簿。一方、道江春雄主演、金田一少年の事件簿は対照的だ。幅広い層に受ける、マイファミリーとは異なり、10代から一層20から34歳に特化しているからだ。特に中高生にはダントツで、世帯視聴率で 4% 上回る学園ドラマ、未来への10カウント、木村拓哉主演に対して4倍以上の差をつけている。この結果、広告主ニーズの高いコア層女性、13から49歳の中のファッションに関心あり、美容エステに関心あり、結婚願望あり、層でトップ争いをしている。見逃しサービスでの CM 単価が高くなりやすくなっている。同ドラマもビジネスとして新たな挑戦をしている。日テレは8年前に Hulu を買収し、今や330億円近い売上を誇るにまで成長した。ここで一気見を可能にするなど、会員獲得に貢献している。さらに TBS と同様、ディズニープラスでの世界配信にも乗り出している。放送からの広告収入だけでなく、ライツビジネスにつながりやすい層を取り込もうとしているのである。移転突破のドラマ群。二教以外にも、新たなビジネスを意識するドラマが増えている。悪女から働くのがかっこ悪いなんて誰が言った？から、今田美桜主演、や、持続可能な恋ですか？から父と娘の結婚行進曲から、上野樹里主演、の世帯視聴率は 7% 台と振るわない。ところが両ドラマとも、若年層に強く、特にファッションや美容に関心を持つ若い女性に見られている。広告主に支持され、ライツビジネスにも可能性を残している。世帯で 6% 台以下のドラマも検討している。金田一少年の事件簿と同じようにパンドラの果実から科学犯罪捜査ファイルからディーン・藤岡、主演恋、なんて本気でやってどうするの？広瀬アリス、主演やんごとなき、一族土屋太大鳥、主演派 6% 台。難波 MG5、間宮祥太朗主演に至っては、世帯平均は 5% に止まっている。それでも各ドラマは、新たな可能性を模索する姿勢を見せている。パンドラの果実は怖そう女性のこだわりあり書籍文芸好きと研究職の人々でベスト5に入る。恋マジは M1 男性20から34歳で圧倒的に人気だ。やんごとなき一族は怖そう女性のファッション好きを抑えている。そして低視聴率でとやかく言われている難波 MG5 も小学生でベスト5入りしている。しかし世帯視聴率に基づく評価をよそに別の狙いで制作に臨むテレビ局が増えている。そもそも世帯視聴率は広告収入と連動しなくなっている。別の指標を視野にドラマは作られるようになっているのである。この考え方だと視聴率も得り、別の収入にもしっかりつなげている総合力のマイファミリーは万石だ。一方世帯視聴率だと GP 帯夜7から11時ドラマ13本中9位と振るわないように見えるが、金田一少年の事件簿は若年層に支持をされ、ネット展開でも成果を出そうとしている。ドラマは世帯視聴率以外で勝負する時代となった。その2強はどこがすごいのかを分析してみた。総合力のマイファミリー。主演の二宮和也が15年ぶりに田文花子と夫婦役で共演したマイファミリー。前代未聞の完全誘拐事件が連続するノンストップファミリーエンターテイメントと TBS は歌っている。世帯視聴率を指標としていた時代、ドラマは万人受けする内容を狙った。ところが世帯に意味がなくなり、ライツビジネスなど収入が多様化した今、各局は明らかに特定層を狙ったドラマ作りに挑戦している。
一点突破が新ビジネスへの近道だからだ。かくして各ドラマの多様性が増している。ライター書士には、視聴率低迷、軒並み惨敗、など、世帯視聴率だけで安易な評をせず、挑戦的な内容が増えていることを論評してもらいたい。テレビドラマは、間違いなく面白くなり始めている。その宣言通り、同ドラマは幅広い層に見られている。65歳以上でこそ5位だが、他の世代や特定層では大半でトップとなっている。世帯視聴率でも強く、同局が重視するファミリーコア、13ケラ59歳、野心ファミリーコア、4ケラ49歳、で他を圧倒している。こうなるとビジネス的にもメリットが大きい。放送による広告収入は最も多いが、若年層ニーズの高いスポンサーも納得してもらえるので、見逃しサービスでの広告収入も期待できる。さらに同ドラマはディズニープラスで世界配信も行っているが、配信料収入も入ってくる。GP 帯ドラマ13本の中で、同ドラマは間違いなく最高の収益を上げるだろう。前提には TBS のドラマ戦略がある。去年、TBS グループビジョン2030を発表し、放送事業以外の売り上げを2030年までに2000億円増やすと宣言した。その柱の一つがドラマで、見逃しサービスでの広告収入有料配信料グズ販売などのライツビジネスに力を入れ始めているのである。すでに昨週からエンジン全開となっている。去年夏の東京マー、鈴木亮平主演、や秋の日本沈没、小栗旬主演から全世界配信に踏み切った。見逃し配信では、最愛、吉高志百合子主演が全話合計で2700万回を超え歴代1位に輝いた。2020年夏の MIU404、綾野剛と星野源のダブル主演は、劇中で使われたメロンパン号が全国を暗夜し、グズ販売で莫大な売り上げを誇った。つまり同局ドラマは放送後に大きな利益を生むようになっている。マイファミリーもこの路線を継承し横綱相撲を展開していると言えよう。具体的にはノンストップと歌われる通り、テンポがものすごく速い。従来の日曜劇場は一部二部と分けて山場を二度設けることが多かった。ところが今回は最初の誘拐事件は3話で終了し、4話以降は次々と新たな事件が発生し、山場が次々に押し寄せてくる感じだ。関心が集まる犯人像も、主人公恩人、二宮和也、のビジネスパートナーかな子、高橋メアリー淳や、恩人の友人東堂、浜田たけし、など、次々に疑わしくなっていく。こうした作りが評判を聞きつけて見始める人、複数回視聴する人を増やす。タイムシフト視聴者や有料配信利用者を生み出し、ビジネスを拡張させるのである。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。